ちょっす。今日ですね、まあ、金曜日で仕事終わったんで、銭湯、ここ銭湯なんですけど、まあ、ほぼ24時間営業なんで、ここで一旦お風呂入って寝て、で明日なんかいくら食べ放題っていうか、なんか寿司食べ放題みたいなのがあるらしいんで、まあ、そっちの方行こうかなって思ってまーす。で今回来たのは湯の郷ほのかっていう銭湯ですね。朝10時から翌朝の9時までやってるっていう感じで、でお風呂が満浴、食事とか何でもあるっぽいです。で料金は金曜の深夜だと入浴料金1400円に割増し料金2500円が追加されるっていうことで、まあ、これはちょっとやってしまったなっていう感じがしたんですけど、でお風呂はこんな感じの屋上に露天風呂があったり、まあ、他にもいろいろサウナとかあったんですけど、まあ動画に映せないですね。で入ったのが深夜だったんで他にほとんど人がいなくて独り占めしてる感は良かったんですけど、なんか仕事終わって直で移動してお風呂入ってってやってると、まあ、頭クラクラしてきちゃったんで、まあ、じっくり楽しみたい場合は一回家帰ってからの方が良かった気がしましたね。でお風呂上がりも牛乳買おうと思ったんですけど、夏目漱石の千円札と2000円札と1万円しかないっていう謎のレパートリーだったんで、一切自動販売機が受け付けてくれないっていう状態になってしまいました。でお風呂の外はこんな感じの結構広めな休憩スペースになってます。漫画とかも結構たくさんあるみたいですね。でご飯もこんな感じでいろいろ食べれるみたいです。遅い時間だったのでもう食べれませんでした。やっぱじっくり楽しみたいならこんな深夜に突撃するよりちゃんとした時間に来た方が良さそうですね。でこの休憩スペースの隣になんか岩盤浴がこうやってくっついてるっていう感じでした。まあこれは入っても映せないんでどっちもいいかなっていう感じだったんですけど、このオスメス構わず誰でもご参加いただけますっていうのを見てたらなんか入ってみたくなっちゃいました。でハンモックだったんでここで寝ようかなって思います。課金すればちゃんとした個室で寝られるらしいんですけど、まあ僕には必要ないですね。おはようございます。で起きたの7時ぐらいだったんですけど、みんな寝てたんで盗撮し放題でした。ハンモックで寝てた僕の勝ちですね。で朝ごはん食べようかと思ったんですけど、なんと食堂が開くのがチェックアウト後の時間っていうことで、もう退店することにしました。まあ悪くなかったんじゃないですかね。岩盤浴とあと食事を一切してないっていうので、なんか 100% 堪能できたかっていうと微妙なんですけど、なんか汚い。でこのあと寿司の食べ放題行くっていうことだったんで、まあ朝ごはん食べなくてもいいかなと思ったんですけど、一応セブンイレブンでサラダと高野豆腐食べておきました。このセブンイレブン今店内にカワウソがいますっていうことでちょっとワクワクして入ったんですけど、まあ、この100食販売しないと沖縄でハブと戦うことになるっていうことで、セブンイレブンってカワウソにこんな虐待をするような企業だとは思いませんでした。到着しました。健康バイキング八葉っていうところです。でここに限らず7月いっぱいスカイラーク系の食べ放題の店でいくら食べ放題っていうのをやってるらしいです。では早速食べていこうと思います。でなんかバイキングなんですけど、マスクとあと手袋を必ずしろっていうことで、ここはなかなか辛いものがありましたね。まあ、お寿司はこんな感じで、なんかイメージ写真にあったいくらとはちょっと量が少ないようにも見えるんですけど、まあ食べ放題なんで OK です。で味の方はあの高い感じのイクラの味がして良かったですね。でお醤油が机になかったりとか、そういうなんかちょっと細かいユーザビリティは若干使いづらいような感じはしましたね。まあマグロも普通に美味しい、まあ、つぶ貝も普通に美味しいっていう感じだったんですけど、実は今回あんまり寿司食べれなかったですね。これに加えて8本間また食べたっていう感じでした。というのも店の方が結構いろんなものが食べられてですね、こういううどんとかカレーとかおかずみたいなのとかサラダみたいなのとか唐揚げとかこういう煮物みたいなのとか天ぷらもあるしドリンクバーもあるしデザートも食べ放題だしみたいな感じで、まあ、いろんなものを食べてるうちにもうお腹いっぱい
ぱいになってしまってですね、なんか寿司を食べに来たのにそれ以外にやられてしまったっていう感じで、まあ、今回は寿司に専念すべきだったなってちょっと反省してますね。食事のことになるとエキリティック田中になってしまいがちなので気をつけていきたいです。あとなんかこういう店はやっぱ家族連れとかで楽しく談笑とかしながら食べてる方がたくさんいてですね、なんか私制限時間90分とかだったんですけど、もう最初の30分とかでもうお腹いっぱいになっちゃって、やっぱこういうところはなんか他の人と来て和やかに食べるのが楽しい場所なんだろうなっていう感じがして、ちょっと悲しくなってきちゃいましたね。